ごい。しかも総集愉快な仲間たち。グッセバイ、一つだけいいですか。あのグッセバイの お店バー、いつオープンされたんでしょうか。6月の半ばです。6月の半ばというと、もう今 2,3 ヶ月前にオープンということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、こちらちょっと紹介させてもらいますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。みさきちゃん、大丈夫ヤンキーチャンネルのビンタ対決で、出てもらったみやこさんの娘ちゃん、はい、みさきちゃんです。はい、こんばんは、よろしく、ありがとう。横島さんもいます。今回は今万年ランさんと250番くんが今ライブ配信をしております。動画撮ってる人がいるんですか。はい、こんな、はい、今からちょっと、ランさんに女子刑務所の話を聞きたいなと思っております。184番、こんばんは。はい、こんばんは。はい、ということで今回来させてもらってるのは先輩の店、3ヶ月ぐらい前にオープンしたバーグッチってとこに来させてもらってます。はい、万年ランさんと250万くん、よろしくお願いします。お願いします。すいません、ちょっとトリッキーな形で今250番くんとランさんの方でライブ配信をさせてもらってる途中に、自分の動画を撮らせてもらっているという感じになりますので、今回は女子刑務所のお話ということで、今から4年前に出てきた感じですよね。はい、そうです。で3年間入ってて、そうです、まあ約3年、あ、2年8ヶ月ぐらい、2年、うん、で女子刑務所と普通の刑務所入ってた、男子刑務所というか、あ、そうですね、はい、入ったのは250番くんで、俺は入ったことないから少年しか、だからあまり分かんないんですけど、はい、何か変わった特殊な感じのこととかってあるんですかね。少年と比べると、うん、死後ができるってことだよね。ああ、雑談ができるみたいな、その休憩中だったりとか、うん、作業中じゃなければ、うん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 、そういうことですね。はい、女子刑務所ってそもそもまず入るとなんかチェックみたいな感じあるんですか。何のチェックかな。なんか庶民とかでもあったんですけど、はい、ケツの穴見られたりしたっていうのが、あのね、女子の場合はキュッて一瞬だけなの。あ、一瞬だけ、一瞬だけ。あ、でも見られる、見られます。それってなんで見られるんですかね。いや、やっぱり中に物隠してないかとか。あ、やっぱそういう感じで物隠して入る人っているんですか、そもそも。いや、もう多分警察の時点で段階でないと思うんですよ。ですよ、うん、だけども、はい、中にはおかしな、例えば薬品だったりとかも、はい、詰めよう、挟もうとする人間がいるので、それを持って入ろうとする人がいるんですね。過去にそういう事例があったのか。そうかそうか、そうだよ、ないとそんなことしないです。そうだよね、うん、でも普通に考えたらそんなことで、お、薬持ってるっていうになる人っていなそうだよ。いないから、うん、嫌がらせに感じるんですよね。確かに、あ、確かに、ね、はい、確かに確かに確かに、うん、そうでしなくてもとか、人権のとか、そういうことになってきちゃうんですよね。はいはい、そんな感じになってきますよね。女子刑務所で印象に残った話みたいな感じありますか。ね、摂食障害が多い。摂食障害っていうのは飯が食えなくなっちゃうみたいな。いやいやいや、食べて吐いて食べて吐いてて、ここにあるものあるじゃないですか。はいはいはい、ガッツガッツ食べるんですけど、すぐトイレで上っていう、こう、だからね、吐きだこができてる人が多い。あ、吐きだこってなんかできるとかって言いますよね。言います。え、それってなんで太りたくないからか。そうです。そうなんですね。それで自然に動けなくなって車椅子になって、はい、もうガリガリで骨と皮なんだけど、メイバランスっていうのを飲ませられる。え、何なんですか。メイバランス、メイバランス、うん、はい、バランス栄養食品みたいな。おお、カロリーメイト的な。そう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 、はい、でもそれも拒否する。吐いちゃう感じ。まあ、吐くんじゃなくて飲むのを嫌だってこと。ああ、そうかそうか、それは飲むの嫌がって。そう、それがなんだ、ランさんもなってる感じだった。いや、私はそんなことない、食べまくったから。食べまくってる。あ、そうなんですね。もうそうだったんですか。俺のことはなんかポンチラ扱いするし、ちょちょ、印象、ごめんごめんごめん、病気扱いするし。失礼しました、失礼しました。それほど疑ってなかったです。だいたい刑務所入る方って、まあ人によってだと思いますけど。いや、みんな太りますよ。太ります。はぁ、え、どう。いや、男子は痩せます。痩せる感じ、なんとなく。少年は太ります。少年、俺も太ったもん。太ります。少年太った。あ、そっか。懲役は痩せます。うん、飯がギリギリなんですよ。もうカロリー設定がされてて、フランス料理みたいにこんなに皿でかいのに、うん、真ん中にチョンみたいな感じなんで。あ、そんな感じ。そんな皿でかいんだ。例えばですよ。あ、そうイメージとしてはおしゃれじゃないっすよ。フランス料理みたいなイメージしましたよね。いや、ランさんのところは、まあ、太るぐらい食べ物が出てきたんですよ。あ、学校給食ぐらい。
学校の給食って言ったら結構ある感じで。小学校の給食程度です。おかわりとかも全然できる。全然できない。できない。だからじゃあみんなかなり太る感じじゃないですか。みんな同じような感じですよね。麦飯って太るじゃないですか。太るんですか。それをもう、はい、食べ続けるわけですよ。お腹すくから。はい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 。結構量ありますよあれ、うん、女子、はい、あ女子で、はい、女子と男子違うんだ。おそらく、おそらくです、うんうん、そういうことだよね。あのどっか の, 知りあのあれに書いてあったんですけど、うんうんうん、まあ量は違うっていうことなんですけど、女子にしては多いなっていうぐらいの量らしいです、はい。でもなんかランさんは別におかわりとかするっていうわけじゃないけど、普通に食べ物が出てきた食べ物を食べてたら15キロも太った。そう、あでも2年8ヶ月で15キロ、はい、あ着々とって感じですか。そうですね、最初警察にいた時は47キロまで落ちたんです、うんうんうん、ほう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 。あそれは留置で結構長いこと いられたってことですか。いや、ただ単にもう切れ目で食べれなかった。あ切れ目で食べれなくて痩せちゃった。切れ目でだるくてめんどくさくて食欲よりも、食欲よりももうだるさの方が勝っちゃって、もう寝ることに専念してたから。あそうなんですね。未決の時もおやつも食べずみたいな。リアル、リアルなんだよね。マジリアルですよね。リアル、リアルじゃないですよ。でもゲームセンスとなったらさ、もう諦めなきゃいけないから、はいはいはい、そうなるとちょっとね開き直る部分もあって、はいはい、もうこんなところで食べてるより寝てる方がいいやみたいな。ちょうど5時のピンポンの合図でこうキュッと布団引いて寝れたんで、未決の時はね。ああ、そうなんですか。あとさっき言ったなんだ眉毛を、シェーバーみたいな感じの話したじゃないですか、はいはい、その話ちょっとしてもらって大丈夫ですか。トイレにシェーバー持ってく人の話ですか。シェーバーってそもそも眉毛で、あの女子刑務所は眉毛をあの整えて大丈夫なんですね。あのね、元のサイズより細くしたり、うん、形を変えたらいけないの、うん、ただ無駄毛のちょっとこうちょっと多く出ちゃったりすると感じや、そういうところを整えるのはいいんだけど、シェーバーってそのよく言われるヒゲ剃りみたいな感じ。いや、それがね、女性の場合はこんな形のやつなの。ああこういう感じのやつで、こういう感じのやつでピュッとキャップ外すと、この先っぽがビーってなって、あそっか、その整えるその基準みたいなものがあって、うん、やってるんですね、やってたんですね。整える基準って何？整える基準っていうか、その細くしすぎない感じとか。ああ、なるほどね。はいはいはい、確かにね、大小あった。ああ、そういうことですね、うん、はい。そこだけはじゃあちゃんと守ってやってる感じ。はい、守っ男子刑務所って OK？ 男子は眉毛を剃ること自体ダメなんです。そうだよね。はい。そもそもなんで整えるのって話になるもんね。普通にだって人間が生きてる感じで整える必要なんて全くないわけだから、中の感じだったら。女子刑務所って言ったらそんな感じになるんだね。女子刑務所はその入所した時に写真かなんか撮るんですよ、うん、そうで、そこのそこより大幅にずれてなければ、うんうん、身だしなみっていう意味で、うん、女の子だしってことで。知らなかった、うん、そんな感じがあるんだ。はい、多少男子よりかは緩いです。そうですね、はい、あ、そうだ、それまだ話し続きだったんですけど、そう、なんか髪型だったりとか、その身だしなみっていうのは、うん、服装の乱れは心の乱れって言って、うん、こう空気が乱れるから、ああそうなんだ、整えてることに対してはあまり小さくなります。はいはいはい。ただやりすぎちゃうとダメなの。あ、そういうことですね。そういうことです。そしてその話の続きなんですけど、はい、シェーバーを持っていくじゃないですか、トイレ持ってきます。でランさんじゃなくて他の、まあ、入所してた方が何かをしてたっていうふうにさっき言ってたんですけど、はい、あのね、うん、私が知ってる人はね、はい、同じ部屋の人でした、はい、言えばほらみんなね、足の毛が気になったりとか、うん、ちょっとこの辺の脇が気になったりとか、あこっちこういう脇が気になったりとか、ね、脇が気になったりとか、はい、それぞれこうね、うん、便器も座れる便器と座れない便器があって部屋ごとに分かれてるから、はいはい、で座れる便器の場合は足を頑張って開くことができるわけ、はいはいはい、でこう整えたりとか、うん、いろんなことができるわけです。はい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 。そうすると中にはいろんなね、こうオイルを持ってって中にこうそういうこと、うん、それって下の毛は剃っちゃダメですよね。いや、剃りますよ。あ、それも身だしなみのうちの一つですか。違います。あ、そうですか。それは自由行為です。自由行為、あ、それはでも OK なんですね。 OK じゃないです。 OK じゃないですよね。 OK じゃない。そっか、だからだってあったものが全部なくなれば先生に怒られるんでしょう。どうしたんだよ、それで。そっかそっか。でも眉毛は規定は決められてるけど、真下っていうのは規定は決められてないですもんね。決められてはないけど、なかったら怒られるんですよ。真下って。そっか。そう、まあそれは入浴中とかにバレる感じですよね。入浴中にあのチンコロをやろうみたいな感じのが出てきて、はいはい、先生、毛がありませんって言われるから、はいはいはい、それどうしたんだどうしたんだ、で、どうなるんですか。で、懲罰です。あ、懲罰になる、はい、あ、調査に連れてかれて、まず部屋のみんながね、はい、こう聞かれるんですよ。なんかかっこいい名前あるんですよ、不正なんとか。そう、不正行為、不正なんとか、不正なんとか、そういう名前が、不正定門、
まあ、手も切れるのかな全然かっこよくないけど、なんかごめんなさい。今聞かれることとかがね、あの人は部屋の中で剃りましたかとか、あ、はいはいはい、あなた見ましたかとか、ちょっと調査ですね。調査思い出した。物品の不正使用、いや、そうだ物品の不正使用、そっかそっか、本当は眉毛整えるためにもらったシェーバーなのに、まあ整えちゃってるので、整えちゃう、整えることには変わりないんだけど、はい、あー、そういうことですか。そうです、それがダメだった。へー、面白いですね。髪の毛とかもそうですよ、あの不正洗髪って言って、あの部屋で何日もやっぱりゴールデンウィークとか続いて部屋に閉じ込められてる時、風呂入れないんですよ。はい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 、基本的に働かないと入れないんで、うん、え、でもそれって、そっか、それはダメなんの、あの洗ったら部屋で洗っちゃいけないんですよ、頭とか。ああ、そういうことね。そうすると不正選抜って言って、うん、懲罰になる。懲罰って、じゃあ例えば不正選抜だとしたら懲罰どんぐらいになったりする？5日ぐらいです。5日ぐらいです。5日です。あ、そうなんですね。はい、じゃあ不正堤毛も、堤毛っていうのか分かんないですけど、あれも5日ぐらい。5日ぐらい。5日ぐらい行くと、それは5日分伸びてる感じになるんですか？違いますね。ただ、5日間座ってるだけです。あ、座ってるだけ？はい、どうやって座ってるんですか？いや、だから安座で。安座？安座でこうやって偉そうにしてだけ。その個別独居で独居に行って座ってるだけ。私多分時々壁に寄っかかってこう体育座りしたりとかしてそれはダメですか？それはあの先生が来たなと思ったらここに安座に戻せばいいだけなんで。あ、ね、あ、じゃあそういうような不正なんとかっていうのはランさんは何かされたんですか？私はね、はい、言い方が何とかなんですか？当然やったんですか？そんな言い方になっちゃった。もうね、やったの分かってるでしょみたいな。もうね、検事調べみたいな感じなんですよ。そうそうそう、さっきから疑いがそうだ、なんか久々になんか懐かしいことそれかもしれないなんか私やられてんだからあったもん、なんか当然やったのね、決めつけと疑いがすごい俺なんか盆栽扱いされました本当にごめんなさい、失礼しました、本当にさっき痛い話してたのに本当は痛くなかった人みたいなそれはもうそうですね、そんな感じになっちゃってます、ね、はい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 、あ、そうそう。